Marisa and Remu presents. やったわ、ついに白霊神社の世界遺産申請が決定されたわ。待ってください。そこは世界遺産にはふさわしくありません。その神社で私は強制労働をさせられていました。何よあんたは、巫女のバイト料は払ってたでしょ。岸田首相誤解なんです。は夢か、またくだらない夢を見てたのか。なぜか白霊神社の世界遺産申請が、佐渡金山と同じ事態になっちゃったの。政治的な問題でコメントしづらいな。そんなことより、90年代に登録されたクリーンな世界遺産について学ぶべきだぜ。私は90年代の初期に登録された世界遺産が大好きなの。今は大の佐渡島には相川奈良町っていう場所があるらしいし、そのつながりで今回は琴奈良の文化財をやりましょうよ。ちょっとこじつけすぎる気がするけど、今回は修学旅行の定番、国宝のオンパレード、琴奈良の文化財を紹介するぜ。琴奈良の文化財は構成要素が多いんだ。脚本料を抑えておかないとエンコードが大変なことになるわよ。初期の投稿作品のように控えめで頑張るんだぜ。琴奈良の文化財は、日本の奈良県、奈良市内にある神社仏閣6軒、史跡名勝1軒、天然記念物1軒、の計8軒で、構成されているんだぜ。8遺産全体で物語っている、奈良の歴史や文化の特質が評価され、世界遺産に登録されたんだぜ。似た名前で登録された、古都京都の文化財との違いはここね。京都は、神社、仏閣、城の17件の構成なのよ。奈良市のホームページでも、平安京と比較されているんだ。いわく、古代の平安宮の跡は、都市化が進みあまり残っていない。当時京内に建てられた建物も、全く残っていない。戦乱や都市の変遷とともに多くが失われた。同じように古都と呼ばれる奈良と京都だが、その性質は異なる。奈良市様ったら随分直接的にお書きなさってるのね。リニア中間駅をめぐってのイニシアチブかと思っちゃったわ。きっとご担当者様も京都に色々と思うことがあったのよ。いつも通り悪い妄想が過ぎるんだぜ。確かに奈良は、宮殿の遺跡と、都に計画的に建設された木造建造物群とによって当時の姿を伝えている、東アジア唯一のことであるとのこと。建造物群と自然の山や森とが一体となっていて、文化的景観が守られていることも大きな特徴だそうだ。奈良に都が置かれたのは710年のこと。元明天皇の時ね。その当時の都の面影を残しているのは確かにすごいことよね。784年までの約70年の間だからな。こう見ると奈良時代って意外と短く思うんだけど、中国の唐との交流を通して日本文化の原型を作ったわけで、日本史上でも非常に重要な都だったんだぜ。首都が京都に移った後も、大社寺を中心とした宗教都市として存続。そして1300年近く繁栄をキープしたのもすごいことよね。特に、戦後の復興の後の奈良市様の努力は素晴らしいと思うわ。都市計画的な手法によって周辺環境を保護してきたそうなの。琴奈良の文化財の緩衝地帯、バッファゾーンとしても、春日山地区、平城宮跡、地区西の京地区に遺跡周辺環境を直接保護するための区域が設けられているんだ。他にも、歴史的環境調整区域、ハーモニーゾーンという、環境保全と都市開発との調和を図るための区域もあるんだぜ。ハーモニーってなんか合唱団が住んでそうな区域だけど、これらの保護計画によって、事の趣を守ろうとしてきたのね。ここに点在するお寺や神社単体の詰め合わせではなく、周辺環境、景観を含めて堪能できるって贅沢な世界遺産だわ。この構成資産の地図を見ても、緑に囲まれているところが世界遺産としての区画ってことかしら。しっかりと緩衝地帯をとっていて、開発から守られてそうね。ってちょっと待って、平城宮のところなんで鉄道が通ってるのよ。世界遺産の真上で電車が走ってるなんて聞いたことないわ。そう、これが琴奈良の文化財という世界遺産の面白いところ。
次に、ここの構成資産について紹介するんだぜ。まず一つ目、平城宮跡。平城宮は、奈良時代の都なんだ。平城宮は、平城京の中央北端に造営された宮城で、東西 1.3km、南北 1km、面積120ヘクタールとすごい広さの史跡なんだぜ。大極殿をはじめとした木造建築物は現存してないけど、地下の遺構は良好な状態で保存されてるんだ。考古遺跡としては、日本で初めて世界遺産に登録されたのよね。1998年に朱雀門と東院庭園、2010年に第一次大極殿が復元されているわ。現地に行くと当時の都の面影を、思う存分堪能できそうね。近鉄奈良線に乗った時に、車窓からも見られたもの。あれ、ここに鉄道が通ってるって知らなかったのでは？いや、確かに鉄道のすぐそばにあるってのは知ってたのよ。でも、まさかど真ん中を通ってたなんて思いもよらなかったわ。てっきり史跡範囲外のすぐ横あたりを走ってるかと。都が平安京に移った後、放置されて次第に農地になったらしいからな。近鉄奈良線が開通した1914年当時も、この周辺は田畑だったそうだ。近鉄奈良線は2060年完成を目指して移設計画があるそうだぜ。地元住民からしてみたら、文化財保護もいいけど、生活も重要だからね。大和西大寺駅と新大宮駅って利用者も多い駅だから、スムーズに計画が進むことを祈るわ。さらに、ここは平城宮跡として国の特別史跡に、平城宮東院庭園として特別名勝にも指定されているんだぜ。史跡、名勝ともに特別指定なのは日本だと非常に珍しいんだ。世界遺産である、平泉の毛辻も、特別史跡、特別名勝両方が指定されてるんだぜ。東院庭園は日本庭園の祖とも言われているわ。聖徳天皇の時代に宴会や儀式を催した庭園が再現されているの。綺麗な池泉回遊式庭園で一般公開もされているわよ。戦後から発掘調査が何度も行われ、朱雀門や大極殿など大きな建物も復元されたから、過去にタイムスリップした気分に浸れる史跡なんだぜ。次に二つ目、東大寺。ここは聖武天皇の発願で建立されたんだ。仏の籠により国家を鎮護しようとしたそうなんだぜ。奈良の大仏で有名なところよね。本名は、盧舎那仏坐像というそうよ。鹿がいて修学旅行でも定番よね。751年に大仏殿が完成。翌年には盛大な大仏開眼供養が行われたんだ。その後、1180年と1567年に閉華に遭い、主要な伽藍を焼失。現存する大仏殿は1709年に再建されたもので、世界最大規模の木造建築物となってるんだぜ。聖武天皇、位牌の宝物を収めた正倉院など、数多くの貴重な建物が残されているんだ。いろんな時代の建物が残っているから、日本の歴史を感じることができるのよねー。ちなみに、世界遺産は国の法律で守られていることが必要なんだけど、正倉院は宮内庁による管理だから文化財保護法を受けてなかったの。文化財保護法に守られていない状態であったため、世界遺産登録前年の1997年に国宝指定を受けたんだぜ。聖武天皇、光明皇后ゆかりの品がたくさんあるし、まさか宮内庁で独り占めしたかったのでは。宮内庁にはいつも辛辣だな。次に三つ目、興福寺。ここは藤原氏の宇治寺で、669年に前身寺院が創立。遷都に伴って平城京に移設された後、主要堂塔が建立されたんだ。ここも各時代に建設された国宝のオンパレードなんだぜ。平安時代以降、たびたび火災にあったけど、藤原氏の力を背景にその都度再建されてきたんだぜ。藤原氏の影響力を物語っているわね。五重の塔は、奈良の町のシンボルになっているわ。猿沢池からの眺めは多くの観光客に親しまれているのよ。次に四つ目と五つ目。春日大社と春日山原始林。神の降臨する山として、神聖視されていた春日山、三笠山。その祭禄に、四柱の神々を祀って建てられた神社なんだぜ。
社殿の配置は古代からほとんど変わることなく、建物が周囲の自然と見事に調和している神社なんだぜ。春日大社は、768年の創建以来1200年にわたってほぼ20年に一度、御殿の建て替えを行ってきたそうよ。式年造替って言うんだけど、春日大社は、一定の年限で社殿を作り変えてきたから、日本古来のままのお姿なんだ。神様のお住まいを新たにし、大切にお祭りするって素晴らしいことだと思うんだぜ。さらに、春日原始林ってのも構成要素なのね。特別天然記念物に指定されてるみたいだけど、天然記念物も文化財保護法の一種だからな。春日大社の東側にある春日山は、841年に狩猟と伐採が禁止されて以来、大社の聖域として保護されてきたんだ。日本人の伝統的な自然観と深く結びついて保護されてきたんだぜ。原生的な状態を維持している照葉樹林としても貴重とされているんだ。春日大社と一体の鎮守の森として、文化遺産に含まれているのね。ちなみに、東大寺、興福寺、春日大社は割と近い場所にあるから、朝から一日で回ることも可能よ。でも、鹿の糞には十分気をつけてほしいわ。次に6つ目。元王寺、6世紀に蘇我の馬子が創建した飛鳥寺を、平城京に移して造営されたお寺なんだぜ。平安時代以降徐々に衰退していったんだけど、12世紀頃から極楽坊と呼ばれていた僧坊の一角が、浄土教の念仏道場として庶民信仰を集めて発展したんだ。極楽坊の周辺一帯には、江戸時代末の古い町家が残ってるそうよ。伝統的な街並みの景観も楽しめるなんてお得よね。次に7つ目。薬師寺。薬師寺は、680年に天武天皇が藤原京で創建し、平城京遷都に伴って現在地に造営されたんだ。ここはアイドルや歌手がたまにコンサートしてるのよね。世界遺産でコンサートなんて、天武天皇はどう思ってるのかしら。東塔は730年に建立されたそうなんだけど、7世紀末に藤原京で創建された時の建築様式を踏襲しているそうだぜ。各重にも腰という日差しがつく、独特の形式の三重の塔で、日本で最も美しい塔と言われているわ。若草山や春日山を背景にした伽藍の眺めは、奈良を代表する風景の一つだそうよ。次に8つ目。東照大寺。東照大寺は塔の総願神和上が、戒律を学ぶために759年に創建。創建当時の建物がよく残っていて、奈良時代建築の宝庫なんだぜ。奈良時代に建てられたお寺でも、当時の建物って意外と少ないのよね。ここと薬師寺は他の構成資産とちょっと離れてるけど、奈良に行った時には必見よね。さすがに8つの構成要素を、1日で回るのは難しいけど、何泊かしてぜひぜひ制覇してほしいんだぜ。次に、世界遺産登録までの経緯。1992年に世界遺産の暫定リスト入り、1997年の推薦を経て、1998年に京都市で開催されたユネスコ世界遺産委員会で登録されたんだ。世界遺産委員会って、最近だと6月から7月に開催されてるけど、この頃は12月だったのね。しかも京都で開催だったなんて、なんとなく地元の物件だと有利に働きそうよね。オリンピックの祭典競技も開催国有利ってよく聞くからな。日本のことってだけでもネームバリューありそうなのに、開催地のとっておきの物件だから楽勝で登録できそうね。佐渡金山がダメだったら日本開催を待つのも手なのでは。今後日本開催があるかわからないからな。それだと永久にお蔵入りになる可能性もあるんだぜ。世界遺産登録までの面白エピソードは他にもあるのかしら。20年以上前ってのもあるけど、特にないんだぜ。おそらく、国際宗教都市でもある奈良で知名度も高いし、昨今のようなストーリー仕立ての検討も必要なかっただろうしな。そうねー。気になるといえば、順番的に最初に暫定リスト入りした物件の中でも、後の方の推薦なのよね。構成資産をどれにするかっていう選定もあっただろうしな。奈良県の中でもすでに法隆寺が登録されていたから、日本の中での地域バランスの考慮もあったのかもしれないぜ。そうそう、法隆寺は奈良市と離れているし、飛鳥時代の建物だものね。
同じならでも、別々に登録されているってのは、世界遺産好き特有の知識よね。ぜひ飲み会で披露してほしいわ。そんなトリビア披露されても盛り下がると思うんだぜ。そして、古都奈良の文化財に適用された世界遺産登録基準について、今回は、登録基準に、3、4、6が適用されているんだぜ。奈良の場合、同じような登録名の古都京都の文化財と違って、3と6が適用されているのよね。3は古代遺跡があると適用される傾向があるんだぜ。平城宮跡と、当時の都市計画の名残となる、お寺の現存が要因だろうな。6については、もともと適用予定がなかったのよ。ところが、東南アジアのどこかの国の選考委員が、これも該当するだろう、ということで適用されたと、昔あった世界遺産ファンサイトで見かけた気がするわ。宗教の連続的な力ってのがよくわかんないけどな。都が京都に移った後も、仏教信仰によってお寺が存続し続けたことが、要因と思われるんだぜ。お寺の再建ってすごくお金がかかったでしょうしね。時代によって政権が変わっても、影響力を維持し続けたってすごいことだと思うわ。とまあ、こんな感じで今回は古都奈良の文化財を紹介したんだぜ。数ある世界遺産の中でも、神社、仏閣、遺跡、天然記念物と構成資産のバリエーションが豊かなのよね。宗教によって国を統治するという考えのもとで、都市計画が行われたというのも特徴的なんだぜ。あんなに大きな大仏まで作っちゃったんだからね。何回か消失してるものの、古代の人たちの技術には恐れ入るわ。奈良県ではあと一つ、飛鳥、藤原の旧都とその関連資産群、という世界遺産候補があって、奈良県が2024年の世界文化遺産登録に向けて、文化庁に推薦書を提出してるんだぜ。そちらの方も注目よねー。ここは割と登録の可能性が高いと思うんだけど、世界遺産になって観光客が増える前に行っておきたいわ。もちろん、今回紹介した奈良市の構成資産も要チェックね。それではご視聴、ありがとうございました。